どうも、バドアテレビです。N 国党問題で、マツコさんや東京 MX テレビさんは、毅然とした態度をとっていればいいという動画を撮ります。今、N 国党さんが、東京 MX テレビの5時に夢中という番組に、突撃しに行ってるんですけれども、その件で N 国党さんは毎週毎週必ず、行くと宣言されていて、まあ、問題が解決するまで必ず行くと宣言されていて、これで追い詰められているのは N 国党さんの方だと僕は思っています。なぜかというと N 国党さんが、そんな風に毎週毎週、5時に夢中という番組に、突撃しに行く、まあ、僕から見たらなんか営業妨害じゃないですけど邪魔しに行ってるように見えてしまうんですけれども、そういうことをしていったらどうでしょうか。国民の皆さん、有権者の皆さんは N 国党さんちょっとやばいんじゃないかっていうふうに思うと思うんです。それをやればやるほど、だから N 国党さんはもう10年でも100年でもずっとやればいいんです。そうすればもう皆さんは、N 国党さんさすがにちょっとそれやりすぎだよねって思うはずです。一方の東京 MX テレビさんはもう堂々としてればいいです。立花さんとか N 国党さんが来ればそれはみんな見ようと思うから視聴率も上がると思うんです。まあ、ずっとね10年100年もやってたらさすがに視聴率それで稼げないかもしれないですけれども、短期的には視聴率も稼げるし、そしてそんなにね10年100年とか永遠にねそんな N 国党さんが5時に夢中という番組を、突撃しに行ってたらさすがにそれは警察も動くと思います。なのでやればやるほど N 国党さんにはデメリットしかなく MX テレビさんにはメリットしかありません。なので追い詰められているのはマツコさんとか東京 MX テレビさんの方ではなくて N 国党さんの方だと僕は思っています。なので、東京 MX テレビさんとかマツコさんは堂々と今まで通り、普通にテレビ放送をしていて、そしてなんか、ブラインドを閉めてやってもいいでしょうし、あまり、毅然、動ぜず、あまり相手にせず、毅然とした態度でいることが、僕は大事なのかなと思います。ここで、N 国党さんに乗って、話し合いとか、一緒に番組で話し合うとかやっちゃうと、N 国党さんにとってメリットしかありません。そして、立花さんは、すごい頭がいい人です。賢い人です。多分、言いくるめられて、N 国党さんの評価が上がるしかないです。そのぐらい、立花さんってすごい人心掌握というか、すごい人なんで、ここで、マツコさんとか、テレビ、MX さんとかでこう、接触しちゃうと、もう悪くないねっていう風になっちゃうと僕は思っております。なので、ここは、あまり相手にしないことが得策だと僕は思います。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。